さ、なんかこれ昔の名前で出てます、私のことを忘れてもらっては困りますっていうような車だけど、はいはい、ミラージュっていう名前がなくなったんですね、その回コルト、はいはい、昔実はランサーでラリーやってたのよ、はい、あのアンドリュー・コーワンがサザンクロスラリーで勝ったあたりの、ボンネットが艶消しの頃とか、艶消しで羽が生えてさ、はい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 、であれのちょっと前にだから、ワークスの連中と壮行会行った時に、神奈川のラリーで、はい、コルトイレブンがね、走ってたの、でやったら速いんだよ、うん、でその時ギャラになってさ、ランサーになったでしょ、あの時ずっと FR のギャランとか、コルトイレブン見てたから、いつか乗りたいなと思って、コルトって結構ね、モータースポーツ愛好家の中でちょっと愛着のある名前だったりしますよね、うん、だってあんまり知られてないけど、独自のフォーミュラーカーあったんだから、ね、ああそうですね、はい、確かに。で、まあ、これがあのダイムラーが一緒にいた時に発表された時にね、ダイムラーから来た副社長がね、まあ帯広の三菱のできたばっかのテストコースで、実演しようかやったんだけど、その時の記憶で、まあ、ベンツから来たドイツ人がさ、みんなにこう深々と頭下げながら、なんか一生懸命やってた、まあ、バルキャンという副社長がいたんだけど、三菱の、まあ、彼のその人間性に驚いてね、まあ、人格者で、でこれがまあ世が世ならスマート方法になるわけだから、あそうですね、やっぱりこうヨーロッパの血が入った、ベンツの血が入った唯一の三菱車じゃないかなってずっと思ってたの、はいはい、ブーレーさんもいた、ね、まあ、オリビア・ブーレーもいましたね、スバルでレガシーやって、その後戻って、まあ、もう一回三菱来たの、だから8年前だけどさ、やっぱこうリアサスなんかしっかりしてて、そうなんですよね、ちょっと古い車ではありますけれども、なんか根っこはしっかりしてるぞみたいな感じありますね、こういう見切りもいいじゃない、パッケージの、だから全然8年前の車って感じしないよね、まあこれをぐちゃぐちゃにしなきゃいいと思うんだけどな、でもちょっとねフロントサスがね、ほら頼りないよ、だからちょっとなんか日本人のこう変なことをやってねえかなって心配なんだけど、これもきっと欧州仕様だと思っていいのかなっていう、ビシッとしてるからね、結構ドイツの雑誌なんかで評価されてるっていうのを見ますよね、そうだね、であの多くの人誤解するんだけど、速度無制限のドイツ仕様っていうと、なんかガチガチになっちゃうんじゃないかなと思うけど、今実はヨーロッパ車の方が乗り心地が良くて静かで、サスはマイルドだよね、日本仕様の方がむしろガチガチが多いよね、そうですね、ホンダのタイプ R もそうだし、ホンダのタイプ R の場合はこう日本仕様だとデフ入れるけど向こうは入れないとか、だから向こうはやっぱり実用性考えてるから、スポーツカーも、最近ポルシェもものすごく乗り心地いいし、もう高級車と変わんないような乗り心地のスポーツカーって多いですよね、やっぱり毎日使うから、スポーツカーでも、どんな車でもね、やっぱり快適性、乗り心地、安全性、で環境性能とか、まあ、楽しさとか、だから根っこがちゃんとあるよね、なんかいまだに日本は硬い方がスポーティーみたいな雰囲気もありますよね、まあ、ユーザーもいけないんだけどね、子供っぽいの感じが、すぐさっきと持ち込んじゃうからな、まあ、アクセルの特性一つとっても早開きでね、でもこれはね、いろんな意味で結構いい車じゃん、ちょっとびっくりしましたね、非常に久々に乗りましたけど、あの途中でビッグマイナーで確かエンジンが変わったんだよね、そうですね、いやでも本当に速度域高い、ちょっと高めのところでしっかり感がありますね、この車、このさメーター配置なんか、まあ、スピードメーターとタコメーターの位置を変えたら、これポルシェだね、視認性がいいしシンプルだし、まあ、これだったらポルと対抗できる唯一の日本車になるんじゃないの、いいエンジン、ガソリンのダウンサイズの直噴ターボ使って、ちょっとチューニング足とか変えてって、ああでも本当に三菱は面白いメーカーだよな、まあ90年代前半から中盤は本当でも景気良かったですからね、三菱もね、
まだディーゼルで黒い煙入ってんのかよ。これ古いタイプで DPF のフィルターつけてないんだよな。あとね、チューニングでいじってね、燃料濃くしちゃうのよ。早くトルク出しちゃうみたいな。そうそうそう、うん、だからコルトだとまともだよな、はい、このスロットの感じも、はい、こんだけ横風強くても結構直進性いいし、まあ、でも雨降ってもコルトは安心感ある、うん、だからこのコンパクトクラスもこれからどっちに行くのかっていうのが大変ですよね。そのマーチみたいにローコストで行くのか、まあ、フォルクスワーゲンポロみたいないい車方向に行くのか、それを日本のメーカーがねどう考えるか。一個下がいるんだよな。そうかもしれないですね。 K のちょっと大きいぐらいのところ、はい、ヒットじゃもう贅沢品になってきちゃったんですよね。全然でかいよ、あのインドで見ると、はい、だから本当の A セグメントとその下をやんないと、はい、まあ、今回ヨーロッパ行って本当に日産のマーチの新しいやつとあとダチアとかああいうのが結構幅を利かせ始めてるっていうのがよく見えましたよね。三菱もそういうところ入ってった方が入っていくべきなんでしょうね、きっとね。でもまあ三菱はやっぱりあのオフロードで新興国行ってるからでかい、はい、あの戦車みたいなパジェロのイメージでパリ高やっちゃったじゃない、はい、だから逆にパジェロは売りやすいんだけど、はい、パリ高のイメージがあるから、でも A セグの下のこう低価格車ってのはなかなか重工業系って行きにくいよね、割り切りがエンジニアにないとできないと思う、だって雨風しのげればいいっていう人たちに対する車作りだから、はいね、はい、むしろ鈴木とかホンダみたいな二輪メーカーの方が、はい、その自転車の発想があるよね、はい、だからアイミーブを K じゃなくて、まあ、ESP があれば助かったね、あのちっちゃいプレミアムコンパクトっていう発想で、はい、あのミッドシップのアイミーブを見れたら、三菱は強いと思うし、もともとアイミーブベースの、はい、あのパジェロミニがあったんだよね。あ、で実はプロトのデザインまで見たことあるの、でこれは売れるだろうなと思ったの、はい、ちょっと鈴木ジムニーっぽくてさ、それでミッドシップだぜ、トラクション良さそうですね。ただそれがベンツになくなったらなぜかやっぱ立ち消えになっちゃったんだよな、まあ、お金がないっていうのも、はい、いいとこまで行ってたんだよな。オートマも良かったですしね、昔から結構8000回転もある AT、はい、FTO で作ったじゃん、はい、インベックス、インベックス、はい、俺それでカウザヤで10点入れた記憶あるもん、三菱の人がびっくりしててさ、清水さんなんで三菱、俺別に三菱嫌いじゃないよって、ただレースでは敵だっただけだよって。まあコルトもまだまだまだ磨けばこれはいい車だよ、はい、だから中古で買うんだったら狙い目じゃないの、はい、でどっか気の利いたショップがあれば、はい、まあフロントこれもし活かしたらスタビないかも分かんないし、はい、スタビつけたりちょっとダンパー、ね、リアは乗り心地いいからもういじんなくていいからね、はい、ちょっとフロントのこのふわふわ、うん、全体のロール剛性足んないんだよね、うん、あのラリアットバージョンいいですからね。そうだね、ただあれ横浜の結構ウェットの割りタイヤついてるからこういう雨の日ああ、 ああいうことやるからダメなんだ。あれで普通のミシュランのパイロット3かなんか入ったらさ、はい、16インチのもう目覚ませって言いたいよな。これはっきり言って第二のスイフトになれるよ、うん、これキャリーオーバーでやり直してもいいと思う、面白いですよね、うん、